こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はロシア米制裁により貿易孤立化、中国の金融機関など決済停止に進めということで、1つ目ロシアの貿易孤立と追加制裁の影響、2つ目ロシアの輸入減少と中国からの輸出減、3つ目第三国の金融機関への制裁と取引停止、4つ目ロシア経済と兵器生産への影響ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、これ追加の制裁が出てみたいな形で、ロシアが中国の金融機関と取引していたんですけど、その辺も非常に制裁が入ってきているというのが今日のニュースです。1つ目ロシアの貿易孤立と追加制裁の影響ということで、ロシアが貿易で孤立し、米国が第三国の金融機関に対する制裁を強化している。これにより中国の一部金融機関がロシアとの決済を停止してしまったと。まあ、第三国なんで他の国も絡めた時も、中国の一部の金融機関がもうロシアに対してもお金やり取りできないっていうのが今生じていると。電子部品などの調達が難航し、戦時経済体制に痛手が生じていると。まあこれどこまで本当のニュースかわからないんですが、ロシアが電子部品など使えなくなってきて、この戦争のですね、経済に今異常、痛手を生じているというのが今と。2つ目、ロシアの輸入減少と中国からの輸出減ということで、ロシアの輸入総額が1から4月、2024年です。前年同月比で 10% 減少ということで、棒グラフのチャートを見る中ではそれほど大きく減少していないかなと。まあ、100億ドルぐらいなのかなと。で、特に中国からの輸入が減少していると。4月の対ロシア輸出額は前年同月比で 14% 減少し、2ヶ月連続のマイナスと。鋼材やアルミニウム、電子部品などの輸出に支障が出ていると。中国の物流会社の関係者が言うには、2024年3月からロシアとの取引は特定の銀行でしか決済できなくなったと話しているということなので、この中国の物流の会社がもう決められた銀行でしか取引できなくなったということがあると言っていると。取引可能な銀行でも審査が厳しくなり、入金までに1ヶ月以上かかる状況と。まあ、1ヶ月も入金に時間かかるんであれば、もうほとんど取引できないという感じです。で、入金で1ヶ月もかかるようであれば、事実上取引を諦めるしかないと、やめるしかないほどロシアは追い込まれていると。ロシアの輸入額は、まあ、さっきの100億ドルくらいのマイナスかと、1.6 兆円ぐらいという感じです。3つ目です。第三国の金融機関への制裁と取引停止ということで、まあこれ、米国が第三国の金融機関に対する制裁を表明したと。中国などの金融機関がロシアとの取引を停止し始めた。まあ、さっき言った通りです。トルコや UAE などの金融機関も同様の措置を取って、まあ、みんなアメリカとお金のやり取りができなくなると困るんで、まあ、ロシアに対してやめるという方法を取り始めていると。なので、ロシアとの取引を敬遠する動きが広がっていると。米欧は22年に国際銀行を通信協会、SWIFT ですね。海外送金とかに使う SWIFT からロシアの主要銀行を遮断したと。ロシア側は中国の金融機関に口座を開くなどして取引を続けていたと。2023年には中国ロシアの貿易は過去最高を記録していたと。まあ、去年は過去最高の貿易があった。トルコやアルメニア、カザフなどの中央アジア諸国を経由し、先端部品を輸入する迂回調達もロシア経済を支えてきていた。まあ、さっき言ったように第三国みたいなところですね。トルコとかアルメニア、カザフなどを使って迂回取引とかもしていたんですが、米国はロシアが中国から輸入する電子部品などを使って軍需生産を加速したと見ており、24年に入ってロシアの貿易にブレーキがかかった背景には、米国が検討する追加の金融制裁がある。まあ、要は中国とかから電子部品を買ってどんどん武器を作ってしまって、ロシア・ウクライナ戦争でロシアの武器がまあ途切れないっていうことに、いい加減しんどいっていうことで、まあ、金融機関の制裁をさらに始めたのがこのアメリカの状況です。米国が検討する追加の金融制裁ですね、このイエレン財務長官ら
米当局者は中国などを訪問し、米国の制裁対象となっている企業と取引すれば米市場へのアクセスを失う可能性があると警告したと、このイエレンさんが言ってですね、もうアメリカの指定しているここと取引するなというところと取引した場合に米市場のアクセスを失うと、アメリカと取引できなくなるということで、中国の大手銀行である中国工商銀行などはロシアからの人民元建て決済を拒否しているというのが今起きていると。取引全体の8割にあたる決済が一時停止に追い込まれたとの見方もある。まあこれまだ出どころがはっきりしてないのかもしれないんですが、8割ぐらいは停止したのではないかというようなニュースです。で、トルコの金融機関も1月以降、軍事関連のロシア企業に法人口座の閉鎖を通告ということで、まあやはり銀行、お金の流れが命なので、このお金の流れを止めにかかって、まあ、ロシア・ウクライナ戦争をなんとか勝ちたいっていうのが今の欧米NATO側っていうことですね。もう貿易がもう中国とかとダメになってももう仕方がないぐらいの強烈なプレッシャーを見せていると。まあ実際今もう中国とロシアも組むっていうことをもうはっきり決めたので、もう欧米 NATO 対中国ロシアに今なっていて、これから戦争がどうなるかわからないんですが、もう経済戦争はもうスタートしているという状況です。まあスタートしていたんですが、もっとエスカレートしていると。4つ目、ロシア経済と兵器生産への影響っていうことで、ロシアの電子部品調達が難しくなっていると。在庫で対応しているが、2024年の夏以降に不足が深刻化する可能性があると。これにより最終製品の値上げやインフレ再燃のリスクがあり、兵器生産の停滞が経済能力に影響を与える可能性もあると。まあこの辺もちょっとプロパガンダなので、本当のことかどうかまでははっきり見て取れないんですが、まあ金融制裁が起きていることは間違いないと。ロシア紙コメルサントは同国内の電子部品メーカーの支払いが3月末以降中国の銀行で処理されていないと報じた。ロシアの新聞が中国の銀行でですね、この3月末以降電子部品メーカーの支払いが決済されてないってことを言っているので、まあ多分凍結されてしまったのかなっていう感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。まあコメント欄にはご質問とかご感想いただければと思います。動画の最後に QR コードが出るのと、 YouTube の概要欄に URL が貼ってます。私の LINE に登録すると30分間 Zoom で水曜と日曜日個別相談っていうのやってます。まあどのコインが値上がりするかとか、どれが売りやすいかとかお話ししてますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。